白坂慎太郎です。今回は手波理という言葉をですね、一緒に学びを深めていければというふうに思っています。何かですね、自分にですね、しっかりとこう体得させていきたいと言った時に、この3つの過程、手波理という過程を経ていくということですよね。もともとは室町時代ですよね。能とか、狂言とかですね。そういうこうね、ある意味こう芸事をですね、極めていくっていう、過程からですね、世阿弥という方がですね、著書に残したというところから、この手波理という、言葉ですね、っていうのが受け継がれているということです。手波理は、漢字を見ていただくと、まず手ですよね。まずは自分の師匠が教えてくれる型というのをしっかりと守るというのが一番最初の手になるわけですよね。もうとにかく師匠が教えてくれることを完全完璧にコピーするということですよね。もういわゆるこう型、基本というものですよね。これをしっかりと守るというのが一番最初の種ということになるわけです。そして次は破っていう、破るという文字なんですけれども、これはですね、意図的に破るというよりはもう自然とですね、破っていくっていう感じなんですよね。でどういうことかっていうと、結局ですね、師匠が教えてくれることの完全完璧コピーを目指したとしても、完全完璧コピーができないっていうのが一つと、もう一つは、うまくいかないっていうことがやっぱりこう 20% ぐらい出てくるんですね。師匠が 100% 教えてくれて、それを 100% 完全完璧なコピーっていうのを目指したとしても、まず 100% 完全完璧コピーができないっていうことと、もう一つは完璧にコピーを目指してやってみたんだけど実はうまくいかないというのが 20% ぐらい出てくるんですよね。でそうすると、結局次の、別の、師匠とか別の分野っていうのを目指していくということになって、結果的には破るということになるんですよね。こう破ろうと思って破るっていうよりも自然とその次に向かっていくという感じですね。なので、仮にですね、こう師匠メンターみたいな人を、A さん B さん C さんと、いうふうにした時に、例えばある何かを、マスターしたい、ある何かを学びたい、体得したいと言った時に、まず A という先生にですね、弟子入りして A 先生が教えてくれることを 100% 完全完璧コピーっていうのを目指すわけですよね。それが主という守るという段階になります。で A 先生が教えてくれることを完全完璧 100% コピーを努力して見たんだけど、まず A 先生の 100% 完全完璧コピーっていうのがどれだけやってもできなかったっていうことですよね。そしてもう一つはやってみたんだけど 100% 完全完璧コピーを目指したんだけど、結局それをやってみて 20% ぐらいは、うまくいかない出来事に遭遇した、っていうことが起きるわけです。でまずじゃあなぜ 100% 完全完璧コピーを目指して 100% 完全完璧コピーができないかっていうと、それはもう簡単なことで、A 先生と自分ではまず生まれ持ってきた遺伝子が違うっていうことが一つ、もう一つはその A 先生と自分では生まれ育ってきた環境、人間関係、経験が違うっていうことですよね。遺伝子が違うっていうことと、生まれたから後の環境、それから人間関係、そして経験っていうのが違うわけです。だから自分としては A 先生が教えてくれることの 100% 完全完璧コピーを目指したんだけど、100% 完全完璧コピーができないっていうことが起きます。で、仮にじゃあ100% はできなかったとしても、99はできたとしますよね。100はできないと。100は遺伝子も違うし、生まれ持ってでき生まれ育った環境、人間関係、それから経験っていうのが違うので、100はできないけれども、なんとか努力して99はできたとしますよね。 A 先生が教えてくれるその型っていうか基本ですよね。
っていうのを99はできたとしますよね。で99できたんだったら99の結果が出そうなんですけれども、実際は99じゃなくて80ぐらいしか、自分の望んだ結果っていうのが出ないということが起きるんですね。まあ、つまり、20ぐらいは、まあ、うまくいかないと、いやあれと A 先生が教えてくれた通りに、まあ、忠実にやってみたんだけど、ちょっと今、うまくいってないと、いうことっていうのが、まあ、20% ぐらいは出てくるということになるわけです。で人っていうのはやっぱり生きてる限り進化成長を目指し続けるので、やっぱり80じゃ満足しないんですよね。やっぱり常に、ね、実現できないとしたとしても本能的にやっぱり100に近づいていきたいっていう、思い、っていうのが本能としてあるわけです。進化成長欲求ですね。なので、まあ、A 先生から学んで、まあ、それを一生懸命、99% ぐらいは、まあ、マスターした、体得できたんだけれども、うまくいかないことっていうのが 20% ぐらい、出てきたので、じゃあ次はね、まあ、B 先生。それは、全く同じ分野っていうよりは、ちょっと、違う分野っていう感じですよね。A 先生と、ね、B 先生っていうのは、全く同じ分野っていうのではなく、ちょっと、分野が少しだけずれている B 先生のもとにまた弟子入りするわけですね。で、そうするとまた B 先生の完全完璧コピーっていうのをまた週です。だから週波利なんですけど、週波週波週波って感じなんですよね。週波利っていう漢字3文字なんですけど、週波週波週波っていう感じです、ね、なので A 先生の型を守りました。でも 20% ぐらいうまくいきませんでした。 B 先生の型を、守りました。でも、20% ぐらいうまくいかなかったです。じゃあ次は C 先生はどうなんだろうということで、 C 先生の型を守りました。でも 20% ぐらいうまくいきませんでしたっていうのをずっと繰り返していくわけですね。だから周波周波周波っていうのをこう繰り返していくわけです。で、そうすると最終的には結局ね、やっぱり自分っていう存在は、この地球77億人の中には自分一人しかいなく、そして自分の生まれ育った全く同じ環境、全く同じ人間関係、全く同じ人生体験の人っていうのはやっぱりいないんで、最終的にはその弟子入りする先生っていうのがもうほとんどいなくなっちゃうわけですよね。それした時に結局理っていうことで、結局 A 先生の教えかける B 先生の教えかける C 先生の教えかける D 先生の教えみたいな、結局その組み合わせの教えっていうのを受けて学び体得したのは結局自分しかいないんで、最後の理っていうオリジナルですよね。まさにオンリーワンの域に達するというのが周波理という過程ということになるわけですよね。な、守って破って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 、もうなんかね、習う先生がいないっていうか、学ぶ先生がいないってなった時に、ついにそのね、自分なりのその今までの先生たちのその組み合わせの先生たちの教えを受けた人間っていうのは自分しかいないんで、理っていうことでオリジナルを作って、結局オリジナルを作るというよりはもうオリジナルになってるっていう感じなんですよね。でそれが理っていう境地ということになります。で、まあ、イメージとしては最後の理っていうのはなんかカレーを、ね、料理でカレーを作るって言った時に、もういろんな超一流の材料っていうのを集めてきて、そして一流の料理法調理法をマスターした結果、最高に熟成された美味しいカレーができるっていうのが最後の理っていう感覚、ということになります。でこの周波理の中で実は一番 ね難しくて一番大事なのは最初の週なんですよね。実はこの主っていうのができるようになると、あとのハートリーっていうのはほぼ自動で起きてきます。破ろうと意図しなかったとしても結果的に破ることになるし、ね、もうオリジナルをね、自分独自のオリジナルを作ろうって思わなかったとしても最終的にはオリジナルになってるんですね。だからハートリーっていうのは結構こう無意識で自動的に起きる過程なんですけど、主っていうのだけは
もうかなりこう意志力っていうか、まあ、自分なりの相当な心がけっていうのがあって、まあ、それこそこう意志の力とか気合とか根性とか、もしくはその意志気合根性を必要とする、まあやらざるを得ない環境人間関係みたいなのがいるんですよね。だから主派理の中で一番理想の状態は理なんですけど、最も難しいのは主っていうことになります。実は守るってことが一番難しくて、徹底的に守ることができれば必ず次の派っていうのはね、もう自動で起きるんですよね。じゃあなんで主っていうのが一番難しいかっていうことなんですけど、もうこれはもうめちゃくちゃ簡単な話で、人はね、自我、エゴがあるからということに尽きるんですよね。で結局自我、エゴというのがあるので、ね、誰かが教えてくれたことの完全完璧なコピーを図るっていうのは実はめちゃくちゃ難しいんですよね。どうしても自分の個性っていうのをもう先にね、その師匠が教えてくれる方、基本っていうのをマスターする前に、どうしても自分なりのなんか工夫とか独自性とかね、そういったものを出したがるんですよね、人間っていうのはね。それはもう自我、全く完全完璧なコピーっていうのは面白くないっていう感じで、ね、もっとこうした方がうまくいくんだろうなっていう風に、どうしても自分の個性みたいなのをね、先にこう出そうってするんですよね。でその自我があるので、結局守るっていうのが実際は難しいというところがあります。まあ、よく例えに出すんですけど、まあ、一番はやっぱり料理だと思うんですよね。料理って、まあ、例えばカレーを作るって言った時に、美味しいカレーってどうやって作ればいいかっていうと、例えばそのカレーの、ね、ルーを売ってるその箱ですよね。そのルーが入ってるお店で、例えばスーパーとかコンビニで買うカレーのルーにの箱に、美味しいカレーの作り方っていう調理法が書いてるわけですよ。ね、このカレーのルーを使えば、ね、こういうふうに、例えば何 cc のお水を入れて、何度のお湯、何度で、ま、何分間沸騰させてみたいなのが書いてあるわけですよね。いわゆるレシピが書いてあるわけです。で そのレシピってじゃあ誰が書いたんですかって言ったら、超一流のプロが書いてるんですよね。結局そのスーパーとかコンビニで売ってるカレーのルーのそのレシピっていうのは、超一流のね、その美味しいカレーが作れるプロの主婦が、ね、シェフ、ごめんなさい、プロのシェフが書いてるわけですよね。なのでその通り作れば、限りなくプロとほぼほぼ同じ美味しいカレーが作れるはずなんですよね。ここちょっと大事なことなので繰り返させていただきますけれども、そのプロが書いてるレシピっていうのが存在してるわけですよね。ね、まあ、そのめちゃくちゃ美味しいカレーを作ることができるプロのシェフが書いて、すごく事細かく、水は何 cc がいいんだとか、何度のお湯で何分ね沸騰させた方がいいんだとか、ね、何分間ぐらい調理に時間をかけた方がいいんだとか、で例えばじゃがいもは何グラムとか、人参は何グラムとかって書いてるんですよね。全部書いてるわけですよ。だからすごいこうレシピが出来上がってるんですよね。でそのレシピっていうのは、超一流の美味しいカレーが作れるシェフが書いてるわけですから、そのレシピ通りに作れば、ほぼほぼプロが作るのとほぼほぼ同じくらい美味しいカレーは作れるんですよね。なんですけど、それを作れないわけですよ。なぜか自分の感覚でやったり、自分なりに工夫してね、いや、ここの箱にはこう書いてあるけど、こっちの方が多分もっと美味しくなるなとかね、っていう感じで、結局あの箱の裏に書いてる通りカレーを作る人っていうのは、ほぼゼロに近いぐらい少ないんですよね。まあ、結局、誰も真似してくれないから、あの箱の裏に書いてあることっていうのは結構無駄っていう感じで、すごくもったいない状態になってるんですよね。みんな自分なりの感覚で、もう適当に、例えばじゃがいもとかね、人参とかお肉とかね、もしくは水の分量とか、結構自分の感覚で適当にやるわけなんですよね。だから主っていうのはめちゃくちゃ難しいんですよね。自分の感覚の方が、プロのシェフが書いてるレシピよりもなぜか美味しく作れるっていう感覚を人間は持っちゃうわけなんですよ。それはね、すなわち自我、
エゴということになるわけですよね。自分っていうもん存在をなんかこう主張したいわけですよね。だから自分なりの工夫みたいなのをこう加えていくわけですよ。でも、ね、それだと結局いつまで経っても基本っていうのが身につかないんですよね。型っていうのが身につかないわけです。いきなりオリジナルで、いきなり自分の自我、いきなり自分のエゴでやると、いきなりオリジナルなので、最後の周波理の理とは全然違うオリジナルになって、はっきり言ってダメだってことなんですよね。まあ、それこそこうね、歌舞伎の世界とかで言われてますけれども、宗派理でね、型を破った人っていうのは型破りな存在ということで、これはスーパースターなんですね。宗派理の守って破って離れてオリジナルになった人っていうのは、型を身につけて破って独自性を出してるんで、型破りな存在になってるわけです。ところがもともと型が入ってないと、ただの一回も師匠が教えてくれる型を完全完璧コピーでマスターしたことがない人っていうのは、最初から型が入ってないので、型なしなんですよね。型なしになるわけです。だからもうはっきり言ったらめちゃくちゃということになるわけですよね。型破りの人っていうのは、体の中に基本になってる 80% のものっていうのはちゃんと残ってるわけですよ。で、工夫してるのは残り応用の 20% だけを応用してるから型破りなんですよね。だからその人は本当に型通りやろうと思ったらいつでも型通りできるわけです。でも型通りやるとすごくこう硬いっていうか、ぎこちないところがあるんで、型通り 100% やろうと思ったら限りなく100に近いぐらいの型を演じることはできるんだけど、あえて残り 20% の部分は遊ぶっていうか、自由自在の境地で演技するということをするわけですよね。だから 80% の基本っていう土台がある上で 20% 自由自在に振る舞うっていうのが主張りの理ですよね。要するに型破りな人になるわけです。ところが型がそもそも入ってない人っていうのは、その土台になってる基本の80っていうのがないんで、もう100オリジナルなんですよね。だからはっきり言ったらめちゃくちゃということになるわけです。全然ね、プロとは全く違う結果っていうのが出てくるということなんですよね。だから学びっていうのは、一番難しくて一番大事なのは、実は一番最初の週、っていうことなんですね。週、このとにかくね、一回この先生、例えば A 先生なら A 先生とか B 先生なら B 先生っていうふうにもし決めたのであれば、その先生が、教えてくれるものは 100% 完全完璧コピーっていうのを一回は目指すということが大事なんですよね。まさに学ぶは真似ぶと、ね、真似をして、体得するっていう、学ぶは真似ぶっていうのはまさにこの主っていう段階になりますけども、ね、この先生だと、ね、自分はこの分野に関してはこの A 先生からマスターするというふうに決めたのであれば、その A 先生の教えてくれることをまずは 100% 完全完璧に、自分の自我とかエゴとかを出さずに、ね、しっかりとまず一回自分の体の中に入れるということを努力するっていうことがすごく大事です。もしそれがね、なんかこう努力とか根性とか気合とかね、意志力っていうのがどうしても難しいって場合は、それをもうね、強制的に型を身につけるだけの、まあ、環境っていうのをやっぱり準備する必要があると思います。で、そしてその種っていうのがもしできたら、ね、もしできたらもう自分で気づくはずです、ね、主っていうので 99.99% 完全完璧コピーできてるはずなのに、なぜか 20% ぐらいうまくいかないというところが出てきた時に、あれっていう感じで思うんですよね。でもそれはね、主ができてない人、要するに一回守るってことができてない人は0か100かって感じなんですよ。師匠が言ってることは 100% 正しいのか 100% 間違ってて全く使えないのかみたいな感じで、0か100かって感じなんですよね。でも主っていうのを一回やった人、本当にきちっと主っていうのをやった人っていうのは、ね、8割は師匠が言った通りやった方がうまくいくと。しかし 20% は余白があるとね、いう、もうなんか工夫した部分がね、臨機応変に対応した方がいい部分があるっていうことで、8対2みたいな感じがこう分かってくるんですよね。
ね、ここも大事なことなのでもう一回繰り返しますけど、守るとか主っていうのをやったことがない人っていうのは0か100なんですよ、ね、A 先生は完全完璧無欠で、ね、100% 正しいかもしくは 100% 完璧にもう全く間違ってるかっていう0か100っていう発想になるんですね。でも主っていうのをやって本当に自分の体の中に一回その先生が教えてくれることが全部入ったならば、ね、8割はもう師匠が言った通りやった方がすごくいい結果が出ると。しかし 20% に関しては、ね、やっぱりこう丸暗記じゃなくて臨機応変にその時その環境その人間関係だった時はどうした方がいいんだろうってい こう自由自在の境地っていうので臨機応変に対応した方がいいっていうね、8対2みたいな感じでこう分かってくるんですよね、まあ、そこがもう全然違ってくるということになります。はい、ということで、まあ、今回は何かを学ぶって言った時の、まあ、原則の周波理というのを、確認したんですけれども、まずは師匠が教えてくれることを完全完璧に完璧な、100% コピー完コピーをまず目指すと、ね、それが周です。そしたら、まずは、それが 99.99 しかできないっていうことと、もう一つはやっぱりね、状況が変わって時代が変化していると、ね、8割方はおおよそうまくいくんだけど2割方は、ね、どうしても臨機応変に対応した方がいいっていうことで破った方がいいっていうのに自然と気づくんですね。で A 先生を卒業させていただいて B 先生を卒業させていただいて C 先生を卒業させていただいてっていうのをやっていくと、結局 A 先生 B 先生 C 先生 D 先生から学んだその組み合わせで学んだ人っていうのは自分しかいないということで、結局その掛け算でオリジナルの自分になってると、ね、オリジナルの自分として結局何かを成し遂げることができるようになるということで、今回は周波理というのの学びを一緒に深めたということになります。以上です。ありがとうございます。幸運を。